皆様こんにちは、富山葵と申します。よろしくお願いします。ある晴れた平日の午後、一人で街歩くの。歩き慣れてるこの街も今日は特別だわ。パンナコッタ食べたり、クラップありがとうございます。とあるゲストを呼びたいと思います。ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、ごめん、ありがとうね。あの急遽マイクスタンド代わりになってもらいます。やばいですよね。じゃあ次の曲お願いします。
の部屋の中、今日もギターをかき鳴らす。ありがとう、ふーちゃん。あの子に言われた言葉を当てに、缶ビールをまた開ける。ここでブレイクが入ります。ここは五反田。ワン、ツー、スリー、フォー。ぷかぷか湯船に鼻まで浸かる、アホみたいな歌歌う。またブレイクが入ります。あ、もうね、そこら辺に、ね、これはあの、ね、モンバーバラのメンバーがわーわー話しているところです。ラッキーです。いや、ギターギター絶対ギター。ワン、ツー、スリー、フォー。レコードの針を静かに落とす。世界がまた回り出す。グタグタパジャマで一日過ごす。早く君に会いたいね。ありがとうございます。はい、ということで、皆様改めまして、富山葵と申します。よろしくお願いします。はい、ちょっとねドタバタで、ふーちゃんを呼んでしまいましたが、ふーちゃんありがとう。マイクスタンドの代わりにマイクを持つ係をねやっていただきました。なんて贅沢な使い方なんだっていう感じですけど、はい、先ほどねふーちゃんと、MC させていただいた通り、普段ライブハウス代々木バーバラというところで、店長のお仕事をしながらアイドル活動させていただいております。今日は、先ほどお話ししたモンバーバラというユニットの楽曲を、全て、お届けしたいなと思っております。ゆるふわな感じの、ね、楽曲が多いので、よろしければこの、ね、早い時間五反田 G5 さんに集まってきていただいた皆様、ゆっくり楽しんでいっていただけたらと思います。配信見てくださっている方もね、ありがとうございます。はい、半年ぶりのソロライブなのでね、すごいこう周りに誰もいないのが本当にねめちゃくちゃ緊張してるんですけど、皆さんもね温かい目で見守ってくださってありがとうございます。最初からね盛り上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。モンバーバラね、あのアルバム全国発売しまして、本日物販にも持ってきております。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは最後、ちょっとねしっとりした曲でお別れになります。聴いてください。さらば地球。
全てのために何ができるのだろう、考えたりするけど、遥か彼方、あのユートピア、僕ら
まして本当にありがとうございました。この後、物販もね2階でございますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。モンターバラのライブもたくさん決まっております。ぜひ会いに来てくれたら嬉しいなと思います。それでは富山葵でした。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは。拍手。はい、始まりました。今回はですね、夏の森というあのアイドルイベントなんですけども、今日はあのこんな朝早くじゃない、昼から夜までずっとあのライブが続きますので、今日は一日盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、このアイコロニーさん主催のライブはですね、映像が本当に素晴らしくって、後日あの YouTube チャンネルにもこう上がる予定なんですけども、あの YouTube あの登録してるだけで、あの無料であの素晴らしい映像が見れるので、ぜひ YouTube の方も登録してくれたら嬉しいなって思います。私なんですけども自己紹介させてください。改めまして、スーパーポジティブアイドルふーちゃんこと森ふうかです。よろしくお願いします。やったー、ありがとうございます。はい、あのこのイベントは別に主催っていうわけじゃないんですけども、少しあのキャスティングの協力をさせていただいたりとかしてて、私 の, あの仲いい子を誘ったりですとか、あとそのイベンターのアイコロニーさんとあの森フェスっていう私の主催フェスをやらせていただいておりまして、あのいつもお笑い芸人さんとかを呼んで、アイドルイベントをやっております。前回はあのパーマ大佐、パーマ大佐知ってますか皆さん。知ってる人拍手。お、皆さん、そう、あのパーマ大佐とかを呼んで、そのお笑いとアイドルの融合みたいなフェスもやっておりますので、再来月の10月2日に、会場をちょっとビッグなところに移動して、あのエビスクレアートさんで三番市の森フェスも行いますので、ぜひあのこちらの方ね、あの遊びに来てくれたらすごく嬉しいなって思っております。よろしくお願いします。はい、なので今日はあの MC ということで、ライブの合間合間で私があの入って出演者の紹介とかをしていきたいと思っております。今日ね、一発目のゲストさん、もうお呼びしたいなって思ってるんですけども、呼んじゃいますか。準備は OK ですか。 OK、 じゃあそれではお呼びしたいと思います。一組目の富山葵ちゃんと三組目の空豆ことみさん、どうぞ。イエーイ、拍手。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。いや、嬉しい、本当こんにちは。富山葵ちゃんから、じゃあ、まあ、大丈夫、フラフラしてるけど大丈夫ですか。恥ずかしくてプーマさん。ずっと言ってる、ずっと言ってる。そう、本当にね、もうその話から行きたいんだけど、ちょっと何があったんですか。いや、はい、衣装出したら、はい、衣装にスカート入ってなくて。大事件だ、大事件だよ。でも私覚えてるんです、はい、朝キャリーケース開けた時に、はい、なんか荷物多いなと思って袋一個ポンってやった。絶対そのポンがスカートでしょう。それがスカート。今日は、ね、ライブどうするんですか。プーマ。どうしよう。本当ですか。今日じゃあ私服ライブでプーマで、これが YouTube 流れるってことですか。流れます、流れます。しかも高画質で。どうしよう、ごめんなさい。でもファンの方は結構嬉しいんじゃないですか。どうですか、ね、レアなんじゃない。あ、レア、拍手してる方もいらっしゃいます。プーマだよ。カロデテ衣装の帽子かぶってきた。そんなあのプーマのソロホームさん、ぜひよかったら自己紹介お願いします、はい、あ、そうだった。はい、はい、大きなお友達のみんな、こんにちは。めー、秋葉の歌のお姉さん、ことみおこと空豆ことみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、実はあの初めましてなんですけども、はい、さっきすごい楽屋で話しかけてくれて、存じてたんです。ありがとうございます。どこで、はい、ハッピージャムジャムが好きで、嬉しい。それであの、はい、柏原さん、ハッピージャムジャムの作曲家さんから、はい、島次郎のハッピージャムジャム歌わせていただいてます。のリツイートで回ってきて、嬉しい。でずっとお会いしたいなって思ってたら、あの今回のお話いただいて、でも絶対に11時にステージに上がなきゃいけないやつって基本いつも出ないんですよ。ほう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 。あの頭が起きてなくて。パニエ忘れちゃうもんね、スカートね。一回失敗しちゃったことあって。今日も失敗してますけどね。そうなんだ。だからなんか頑張ってきたんだけど。でもね、そんなね、ハッパニングも会えたからよかった。
った。嬉しいです本当に、はい。今日はプーマが会いに来ましたよ。嬉しい。今日はねスペシャルな私服ライブということで、あのライブのなんか見どころとか、ここはこう盛り上がってほしいとか、なんか聞くか、初めて見る方に向けて何かありますか？見どころは、はい、一緒に遊ぼうっていう曲があるんですけど、はいはいはい、みんなで一緒にパンパンパッパパンパッパパパンパパンってこう手遊びする遊びのお歌で、サビの前にそら豆がピョンピョンウサギって言ったら、みんなも手を頭の上に置いてピョピョンピョンピョピョンって一緒にやっていただく曲があります。2番は猫さんになってもらいます。前を手にやってニャン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 と一緒にやってもらう、あの大の大人のみんなで一緒にやりましょう。大の大人の皆さんでニャンニャンして楽しんでいきましょう。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、あの今回私のキャスティング枠から出てくださった、出てくださる富山葵ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葵ちゃんと呼んでください。お願いします。ありがとうございます。簡単に自己紹介お願いします。はい、普段ライブハウス代々木バーバラという、代々木にあるライブハウスで店長のお仕事しながらアイドル活動しております、ライブハウススタッフアイドル葵ちゃんこと富山葵と申します。よろしくお願いします。やったー。もうね、葵ちゃんとはすごい仲良くさせていただいてるんですけども、うんうん、今週、今日から始まるんだっけ、バーバラの夏祭り。葵ちゃんが店長をやってる、代々木ライブハウスバーバラさんでは、夏祭りというものが行われまして、そこではね、私も、売り子として出たりとか、出演者としても出ますので、ぜひよかったら、夏祭りの告知の方もお願いします。はい、本日から、8月の21日土曜日までですね、代々木バーバラで、夏祭りのイベントを行います。フロアにね、今、皆様がいらっしゃるような、このフロアに、ヨーヨーとか、射的とか、夏祭りの催し物をバーッと広げて、ライブも行われるというイベントになっております。こちらの前売り当日、一律料金なので、ぜひふらりと遊びに来ていただけたらと思います。明日ふーちゃんもね、はい、トークイベントのゲストに出てくれたりとか、あと木金土と、はい、全部ねふーちゃん出てくれるので、ぜひ皆様遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな店長はね、今日トップバッターも務めていただきますので、盛り上がっていきましょう。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はよろしくお願いします。また後でね、ありがとうございます。それでは、はちゃめちゃ声優ユニットステイムさん、準備ができたらどうぞ。いや、嬉しいですね、こんなたくさん朝から昼から集まっていただいて。そう、だから明日から夏祭り、今日からそのバーバラの夏祭りは始まるんですけども、ヨーヨー釣りがあったりとか、前回はチョコバナナとかもね売ったりとかして、すごい楽しいイベントになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。ステイムさん来る、イエーイ、やっほー。こんにちは。嬉しい。あ、中田もちさんも来た。ありがとうございます。嬉しい。やった。私の相方の、芸人みたいな言い方しちゃった。相方の、MC の中田もちさんです。イエーイ、よろしくお願いします。そしてはちゃめちゃ声優ユニットステイムさんです。よろしくお願いします。お願いします。もう実は私たちは波動って言って、AI だけなんかこう飛ばし合うゲームみたいなもので共演させていただいてたので、もうパッション盛りが強敵で、もうめちゃくちゃ戦い合った仲間だから、今日はもう本当に会うのが楽しみにしてたんですけど、ライブ見るのは多分初めてだから、今日のライブの見どころとか教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけども、ぜひぜひお願いします。はい、私からはちゃめちゃ声優にとステムで、ステムはですね、ちょっとまずいな、はい、口が。はちゃめちゃ楽しい、楽曲をお届けするんですけれども、はい、まあ、最初にお届けする曲がですね、みんなで踊れる曲となっております。うんうん、ただちょっと一筋縄ではいかない、ちょっと簡単じゃないらしい、ダンスになってるんですが、はい、まあここにいるパッションのお客さん方だったら多分簡単にできると思うので、ぜひねそちら一緒に踊って楽しんでいただければなと思いますので、ぜひ皆さん雨も吹っ飛ばすライブで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、私たちはね戦い合ったね最高のパッション仲間なのでね、パッションなんだ。そう、もうパッション感じてたから、うん、ライブでもね、そのパッションをね、はい、感じてもらえればなって思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた後で、また後で。バイバイ。じゃあぼっちさん、ちょ、また後で次の MC でいろいろ言いたいことあるんですけども。
また次の MC で時間もありますので、はい、今日は一日アイドルライブ夏の森楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。